お客さんと約束したことは必ず守るよと。やっぱり品質納期、ここが一番かなと。下請けではやっていかれないんではないかという、考え方が、昔からあったんですね。ちょうどその時期と、マッチングしたっていうのが一番だと思う。一生懸命やるってことですね。仕事に全力を傾けるっていうことだと思いますけどね。やっぱり技術力が上げていかなくちゃいけないっていう、そういうふうに考えて